その5人のメンバーの中に入ってたわ。すっかり忘れてた。ああそう、なんかレイセンは奇妙な攻め方をしてくるんやったな。前回か、その前回やったと思うけど、なんと言っても勝てないんだけど。ああ、降りてくるか、それで。あ、うおおそれ痛いわ。おお行こうと思ったんやけど、あれそれになっちゃうのよ。どこからいいか。この後だ、ね、この最後の拳はね、打撃のはずだ。そこに OK。 退避かガードして、この天候はね、上にね、投げないと相手を蹴れない。なかなか当たらないね。バックステップじゃないね、今の。いや今のは。これはどうしよう、天気をカード回収しよう。こういう時こそカードや。カード回収したのはやっぱ体力回復がね、こっちにあるからね、まだそういう体力の余裕でも、まあ、あのスペルカード食らったらまあ一筋縄にはいかないんだけど、さすがにガードしてる。あれ妙に刺さる。あー続けたかった。ダメやな、繋がらん。最終ね、もう発動でね、使うっていう。体力回復、そうそう使いたいな。ちょっと余裕をください。そろそろ。よし。これで体力を削らせてもらうよ。またこのシチュエーションや。よし耐えた。あ、ちょっと向き変わ向き変わってないな。さてと、誰からスタートやったっけ。アリスやったっけ。キャラが被りましたね。こうやったと思う。まずはアリスからや。まあ、まあ最後に使いたい、ね、キャラクターたちっていうこともあるから、やっぱりね、頑張っていきたいね。届いてないね。ああ、いい連携だ。せっかく2個置いたのに、2個とも消えちゃったじゃん。ああ、続いてないな。ほう。よく動くね。そんな目まぐるしい人は。フリーズしてこなかったか。しっかりね、拾って。身代わり人間を置いてって、大丈夫ガードする。ああ間に合う。それ反撃できないんだ。今の反撃できないの。間に合わないな今のガード。どこまでガード間に合うんだよ。ああおお耐えた。
え、だダイヤモンド出すだよ。ダッシュから上がろうと普通にもう避けたって、天気見てなかったって。どうでもいい時見んねんけど天気。ここかな。あ、ダメか、叩いてない。さあ空中で使えるから。刺さる刺さる。で弾いて、そうも避けられたらね、追撃できない。で回復してと、刺さらんでいいよ。でまあ上から来ると、上から攻めてこなかった。あれ、うまく攻めれない。上からもうギリギリ避けるな。あ、今の普通に攻撃しててよかった。今のはグレイド戦とね、あんな射撃をガードしてはね、間に合わんか。なんかいけそうやったんやな、こっち。あれ、リミット増えないとか、まずいね。できるぞ。刺さるんじゃ刺さる。細かいダメージ。あ、今のはね、すかさずね、やいけ。削り切った。ああ、やはりこういうカードが溜まってくるとこういう相手には困るね。届かないと。ちょっと無理です。その射撃が全てを無にするからな。どれだけ人形を置こうと。で、受け身したい。相手にね、再度攻めさせていきます。身代わり人形でね。あ、そうや。身代わり人形のおかげでね、耐えてるとこもあるからね、やっぱり。よう耐えたわ。その後やられたら、ね、OK。今のは打撃やったな。あんな後ろに配置してもな。もう来てくれた。違うな、毎度それ失敗するな。なかなか恥ずかしいんやけど、あんな目の前に爆弾置く。もう相手今射撃できない。致し方がなく打撃で突っ込んでくる。こっちも見てなかった今のは。あ、こっちの攻撃がたまたま当たってなかっただけやな。グリモワールが溜まってまいりましたね。まあさすがに相手の頭上にあるね、あの人形を回転させたりはしないけどね。すごいいい位置にいるね。今回転させればさぞ気持ちいいだろう。また台風来てるね。まあいいか。気づいたか、相手も。まあこんな台、ああ早く回したいわ。あれ、カードも回したいけど人形も。2回目の台風はね、ちゃんとこの短い2回連続はちゃんと短くなってる。暇だ。これはさすがに許されんかったけどね。ランダム選択は一人ずつ選択するのは許されたけど、台風の時はやっぱりこうじゃないとね。さあ曇りになりました。これを忘れていた。こんなに強いスキルカードがあったのに使わないなんて惜しい。ああ、さすがにしてこないか。刺さりすぎやな、さっきから強者に。飛び越えてくれるわ。ああ、当たってくれない。ああ、間に合わない。グリモワール使いたいです、早く。おお、弾かれた。このね、行ったんじゃないのかっていう話。
よし、うまくいった。これで安全にね、宣言していこう。もう相手の好きなこのね、うまい、今さっきのはね、うまいこと言ったけど、さすがにそうはいかんか。はい、で、次がマリサやねんな。で、その次がサクヤで、で、レミリアで天使で終わり。あ、ちゃった。いきなり食らっちゃった。まあ、マリサ2回も使うのかっていう話じゃないけど、そうや。いや、一番最初はちょっと本当にね、パニックって一番最初はまさかランダムを選ぶ、ランダムするっていうね、選択するとか言ってね話と真逆のことしてたからな、ちょっとパニクりましてね、思わずマリサ使っちゃったけど、まあデッキカード変えたし問題ないかな。そんなことよりもね、なかなか痛い、まあ、あ、飛んでこはくれない。いつもなんか無駄に空中に飛んないけど、あ、まさかそれでカウンターしてくるとは。え、そんなにならばこれで、うわ、食らったし、余分に怖いわ。おお後ろ回り込めんか。あれ、今の間に合っちゃうの。え、今の普通になんか打撃3回目ガードできたのかな。ヒット3ヒット目音的に間に合ってない。あ、ちょっと狩られちまった。あ、ちょっとまあ、いやでも一発目はまだ台風じゃない時やからいや、マジで、え、壁にぶつかって今天気変わったよな。そんなん対応できるわけないやん。ダウンと壁にぶつかっても天気変わるやんなこれまずいな。霧が来たね。で、台風来ると。霧の次はね、台風が来ると。もう、せわしないな、この天気。よし、終わった。また曇りね、これループすんのじゃんさっきもこれ終わった。台風終わって、あれや、氷か、次は極光という天気もあるからな、気をつけねばならん。あの独特のアリスの距離で戦われんようにせんと。やっぱアリスっていうと、あのね、格闘が怖いよね。思いもかけないところで、ただね、空振った時は最後やったな。その空振るタイミングが分かればいいんやけどね、そんな相手に聞かんと分からんしなあー、こんな感じか。上にね、巻いといて怖い。じゃあ、グレーズされた。リーメル普通にグレーズされて、攻撃されてね、距離開けてからあれやな。うわ、変に跳ねた。よかった、拾われて今の空振ってたからいけたかな。反撃すごいな、吸い込まれるように突っ込んでくるこれだから怖いね永遠ではない逃がさない相手を閉じ込めろ。どうなってんの今。怖いねんな、普通に。いやー、危ない危ない、割れちゃう。おお、すごいと思って、最初からこういうの入ってて相手
ては逃げるときで上から逃げるからね、もう先にね、退路を立っておくねんな。これありやと思うね。ありやけど、これはこれはきついな。退路を立っておくのはありやな。相手を逃げさせるっていうシチュエーションに追い込まんとね。刺さるね。引かれるね。よし。今回はこれか。頭の上は通り過ぎて。あー、ビームじゃないな。まあ、避けるさ。さあ相手にはこのラジアルストライクを当てれば勝つことができるけど、相手の今スペルカードあれを食らえば冷静の時みたく終わるな。まあ耐えても1ミリ1ミリっていうかもうゲージがないだろう。何を食らってもやられる。今日のこの刺さり具合からしてね、刺さり具合からして間違いなくその体力に持っていかれると、まあ、勝ち目はないと。よし、これがやりたかった。ビームばっかりじゃあれやからね。さあ米のレベルがマックスだったね。ステラミサイルがこんなの適当に巻いてるだけで強いんちゃうこれ。ですぐこういうね技に頼りたくなっちゃうんだよね自分。面白いもんだってレベルマックス。これやで、この制圧力で素晴らしい。もうあーでもね、これね調子乗ってね地上で巻いてるとねエイレン食らうんですよね。これがいつも悪い癖よね。うわ、自分から当たりに行った。今の着地狙ってたやつだ。お、間違えた、それじゃないんだよね。やりたい。攻めれない。で相手はまあ宣言すると大体ね、退路を確保する。いやー、ステラミサイルいいですね。で策やるね。まあ、次いやもう普通に1時間超えるねこれ。ちょっと自分の都合で。でこれ刺さっちゃうんですよね。なんかこの何やったっけな、これ刺さり方の理由が違う。これこんなんいちいち避けてられへんかな。カウンターか、なぜ当たらん。あー、食らった。違うね。ガードしてから。そっち行く？あれ、普通にグレードされてる。怖いな。負けたし。あー、そういう姿だね。オッケー。こうやって贅沢に当てていかんのね、強者は。これは、え、負けんの今の。やばいやばい、ダメージやばいでしょ。3000は効いてないって。あれだけで3000いくと納得がいかん。あー、ガードできてよかった。あー、食らった。受け身して。違うね、下から攻めればよかったのに。今のもう天気は終わったよ。落とされる。あんな高くまで来るのか。あー、危ない。うまいこと攻めれない。あれには驚いた。
じゃあ昨夜特製ストップウォッチを使っていきたい使っていきたい。こっちには、ね、特製ストップウォッチが特製や。いやー危ない危ない。うーん、おー大丈夫大丈夫、間違えた。いやーミスにも動じなかったね。普通に突っ込んできたね。ミスったら自分が引くんやけど、そうなんてうまいこといくビジョンが見える100% っていいぐらい失敗するし。どうも前突っ込まれてるね引っかかるねこれ何なんでしょうね。これこの相手で突っ込ませるよね。これも作戦か。これはどこで今回使っていこうかな。うまい使いたい。ね、たくさん巻いて、まあもう少しこの天気終わるまで待ってもらうね。タイミングが悪い。しっかり避けて。いや一応まあ消えてる時間もあるからね。とりあえずあれ使えば相手の目くらましにはなるんじゃないかな。同じ場所でも、てか同じ場所やったら余計に何が起こったか分からんし、その使い方もありやな。今度試してみようかな。一応瞬間移動中はできやろうし、攻撃をすかすこともできるかもしれん。それ面白いねあえて攻められてる台風連続で来るのが流行ってるのかな。こんなスペルカード堂々と出してたら怪しまれるからルナダイヤにしとこう。自分は英霊狙ってますよと山。台風2回来たらもうさすがに大丈夫かな。まあそれかストップウォッチかな。ってかストップウォッチ使おう。まずストップウォッチ使って攻めよう。それが先やな。ってことでルナダイヤをちょっと前にしとこうバレバレやからな、こんなんしてたら。ダメだ、うまいこと攻めたね。さすがに2回失敗したら諦めへんとねあんなに攻めてたらやられる、ね、食らっちゃうね。お、なんかショートしてるぞあれなんかの予備動作じゃない。あれなんか別の使っちゃった。これじゃないねんな。まあいいか。いや本当にあれキャラ迷ったはんのかな。あれもう使うキャラいいようになった。ちょっと待って、本当に申し訳ない。負けたし、一応爪出てたけどね、申し訳ない。ランダムで業務が来るなんて、何の因果や。こちらには不運すぎるでしょ。不運を戻してくれ。さすがにね、クリアしてくれ。戻れない、復帰したい。まあ、それやな。そっち行ってる。まあフェア上レッド出てもらえないんだね。なんとかないそんなうまいことエレン行く。ちょっと困るな。あー危ない。いやー随分拾われるな。よし直撃や。
帰りにやられたわ。やってくれたね。こんな攻め方してこれ。またやめ、キスのみしても、ああ、避けられたし。ダメですね。調子が上がらないね。コンボの調子が悪いですね。あ、そいつ投げ、いやー鎖が余計なことしたよ。はい、大丈夫。大丈夫じゃないね。危なかったね。コウも、なんでコウも自分からね端っこにやっちゃうのかな。あ、今のうまいこと拾われた。体力回復したね。おお、ダウンしてる。よーし、間に合った。体力がないんだな、吸収。あれ、蒼天か。しまった、天気を見てなかった。なんでいきなりそんなん出るかなと思ったら、あ、もしかしてアイテムをミスったのか。自分みたいなランダム、これか。からんくらいさっさとしろって感じかな。これが5人目。よし、終わろう。まあ、そうなるわね。まあ、受け身してもらったもんね。ちょっとね、本当にね。あれ、悲壮の剣が消えちゃったよ。そりゃないよ。まずは悲壮の剣気が出た。え、嘘、天気見てた。ちょっと悲壮の剣が来たことで、おお、無理やりねじ込んできた。枯れなかった。いや、意味なかったでしょ。タイミングは違うね。えげつないことしたって聞いたよね。元気やね。こんな感じでね、これからもちょくちょくってか、しばらくはキャラ選択かな。どうなんやの、相手の方針を聞いてみると。対戦お疲れ様です。ありがとうございました。